皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も皆様にサッカーの興奮をお届けしたいと思います。実況は西岡、この試合の解説は堀池拓実さんに来ていただきました。堀池さん、楽しみな一戦ですね。はい、そうですね。私も非常に楽しみにしてましたよ。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では早速試合へと移りましょう。決まるか。さあ、コーナーからのチャンスです。頭でシュート。このシュートを弾いた。どういったボールで来るのでしょうか。最高の形でシーズンのスタートを切りました。今シーズンの昇格はもちろん、ディビジョン制覇も視野に入れていることでしょう。さあ、ボールが動いてキックオフです。危険な位置です。緊張感が増してきます。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。シュートに行けるか。クロスが上がりましたが、結局相手のボールになりました。もったいない形でボールを渡してしまいました。これはどうなりますか。ボールはどうだ。コーナーキックです。フィンク、上がった。セセニョン、決まるか。ラインを割ってコーナーです。なんとか押し出しました。決めに来た。このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。
ディフェンスを抜いた、シュート、フィンク決まった、素晴らしいシュートだ。完璧なボレーでしたね。はい、難易度高いですよ。これはギリギリでしたよ。セセニョン、体を当てて取る、奪った、スローインとなります。セセニョン、モドリッチ、スナイデル、試合が止まった、ファール、カードはありますか。さあ揺さぶりをかけていく、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。いい形でゴール前まで持ってきました。キーパーがボールをセットして、ゴールキックからの再開です。均衡が破れました。これで1点リード。ではリプレイをどうぞ。モドリッチ、クロスを出した、つないで、続いています。ここで大きく前に出します。ディフェンス混乱してますね。パスをつないできましたが、ここで奪われました。そのまま返します。モドリッチ、競り合いになりました。このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。イエローカードが出されました。気は抜けない展開です。フィンク、果敢に仕掛けてボールを奪いました。フィンク、ボール、ホイッスルが鳴ってファールです。モドリッチ、クロスが上がった、フィンク、キーパー反応した、ボールを弾く、
コアは1対0。ここでハーフ。後半戦が始まります。フィンク完全に浮いてしまいました。この恐怖を与えますからね。これが生きるのは今日とは限りませんけど、あいつはどんな時でも狙ってくるという感覚を相手に植え付けるのは大事なことなんですよ。戻すしかないということでしょう。これはスローインになります。このボールは重要です。ボールが中盤でカットされました。セセニョン、ここでシュート決まった。ゴール、またまたゴールです。チームはノリに乗っています。